国鉄多2100経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は、有リ山ー田駅専用の35トン石タンク車として1970年11月11日から同年12月11日にかけて30両が富士重工業の一社のみで製作された。 記号番号表記は、特殊表記符号、公前知し、小滝と表記する。落成時の所有者は、東方アの一社のみであり、その常備駅は、新越本線の安内駅であった。落成より1から2ヶ月後の1971年1月27日に、全社が大木谷工業へ、名義変更されたが、約6年後の1977年10月7日に、 東方アに再度名義変更された。1979年10月より化成品分類番号を新81が表記された。1983年7月15日に本形式の専用種別が10アリュー酸相打液に変更された。タンク体材質は対抗性高張力構成であり、後半性の外反を装備している。200方式は タンク上部のマンホールからの上入れ、空気管と液出管を用いた空気圧による上出し方式である。両管とも S 時間は装備していない。図色は黒であり、全長は 1100mm、全幅は 2440mm、全高は 3850mm、台車中心間距離は 7000mm、 事業席は29.4立方メートル、地上は15.9トン、換算量数は、席車5.0、空車1.6である。1987年4月の国鉄分割民営化時には12両の車席が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では5両が減存していたが、2007年10月に5両同時に除席され、形式消滅した。 電気車研究会、鉄道ピクトリアルナン、no. バー810、鉄道車両年間2008年版、P116、ありがとうございます。